回行ってみよう。一回行ってみよう。しめじ、しいたけ、まつたけ、えのき、なめこ、エリンギ、まいたけ。あ、言えた。こっちでーす。ミーティングだけ。ミーティングだけもあったわ。よし。せーの。パツ。なんかね、そうなんだよね。この強化、この強化一個ずつとかじゃなくて、最終期限にドッと出すっていう。ありますね。感じかな。せーの。バツ。バツか。やっぱりそうか。ないよね。ないっすね。あ、でも怒った時は結構静かに怒るかも。僕もそういうタイプかもしれない。って感じかな。おー、ある。え、ちょっと待って。おー、ある。いや、なんでバツにしてんの。なんでバツにしてんの。ちょっと待って。一緒にしようって言ったじゃん。何、一緒にしようって言ったじゃん。聞いてない、そんなの。何、何できるんですか。マジック。おー、やってみて。いきますよ。はい。意味があるじゃないですか。ひどい。ひどい。そうだ、もちろんだよね。せーの。はい。おっと。僕もう、汚い音を通り越してる。そんな、すごいよ。すごい。でも結構二人ともそういう節あるよね。そうですね。ちょっと散らかしちゃうんですよね。これも自信持って言えるんじゃない。これもうね、せーの、はい。ないです。もう全くだよね。おしゃれって何？何？まあでも、これからだよ。そうですね。まだ15歳だから。芽生えてくるかも。そうね。おしゃれって。おしゃれって足元からだと思うんですよ。おしゃれって足元からだと思うんですよ。そうなんですよ。だからちょっと靴はね、大事だよね。まあ、安全に行かないとね。そうなんです。そうまあ何が落ちてるか分かんないからね。そうね。そこからやっぱりおしゃれって始まっていくんじゃないかなと思います。せーの。丸とバツ。